東京が江戸と申しました自分の名物が、武士カツオ大名工事生イワシ茶店紫しけし錦絵そのつけたりに火事に喧嘩に中っ腹伊勢屋稲荷に犬のクソなんて汚ねえもの名物のうちに入ってます。名物にうまいものなしとはよく言ったもんですな。悪い名物の方が多かった。江戸名物の筆頭がお侍です。武士カツオと一番におられ、これが悪いやつが多かったそうです。天下の往来七部はお侍が歩いて、残る三部を農耕商で歩いて、話かなんか歩くとこなかったぞ。軒の下こう張って歩いてる泥棒猫みたいなもんですな。いやともすると長いものを引っこ抜いて、切れば切り得切られぞ、無礼申すと手は見せんぞなんてんで、昔の侍は大変手を大事にしました。手は見せない手は見せない、始終懐でばっかりして歩いてたらしいございます。紫が名物。江戸の前の武蔵野の原といった自分に紫という草が生えてました。これを取って染め物にしまして江戸紫で、その自分からお召し物の贅沢な人は京染めって言って、わざわざ京都まで染め物にやりました。鴨川という水でさらしませんと友禅なんて細かい色ははっきり上がらないそうです。その中に紫という色一色だけは江戸の玉川上水でさらさないと本当の紫という色が上がらないんです。鴨川の水がきれいと自慢をするな、悔しきゃ紫を染めてみろなんて江戸時代のドドイツで、京都行っちゃ歌わないドドイツですけれどもな。つけたりが火事喧嘩、火事なんてものがどういうわけで名物だと思いましたら、仮をやってます。今のバラックですね、これが早くできたうちが見栄としてありました。大工さん、建具屋さん、車間屋さん、飛びのものの手間が急に倍にせり上がりました。中産階級以下が潤ったんで火事が名物。だから喧嘩です。何言ってやんだよ、俺めえどっこだ、ベラボー堤防を盛んに振りました。どんな棒だろうと思って語源を調べてみましたら、ヘラ棒程度が本当です。大工さん、建具屋さんがご飯を潰しまして即位ってものこさいんですね。そのヘラの棒に例えたんです。ごくつぶし、飯を食うより他に役に立たねえやつだ、ごくつぶしだからヘラの棒みたいなやつだ、ヘラ棒だ。でもヘラ棒じゃにらみは聞きませんよ。何言ってやんだよ、おめえどっこだって言うと、伊勢がいいが、何言ってやんだよヘラ棒めえなんて腹が減ってるようで具合が悪い。江戸って言った自分には幅が利いた、米立てどこだぞって、ね、東京となってからあんまり幅は利かない、米立て溶けっこだ鶏は時を作ってるようでね。悪い名物がなくなりまして、未だに残っている両国の川開き、これはいい方の名物です。見渡せば淡雪肌火橋の下あたり千万両国の景、金剛金材からわらじを履いて泊まりがけで見に来たもんだそうで、川の中船から船へ渡って向こう岸まで行かれます。その間をうろ船と申しまして、ベカでスイカの切ったんだの冷やし水だから雨湯なんてものを琵琶湯とな売って歩きました。うろうろ船、その他に似たりって船でもって漕いで声色や信頼の流し、影へ映しへなんてものがドラだの鐘太鼓でもって流して歩きました。お顔のぎづけする芸人も流しってのはこれから出た言葉だそうでございます。両国の橋を挟みまして神と下で打ち上げます花火、ダンダーン、たまよい、褒め言葉を聞いたばかりで夏の気分の出るもんでございます。横山町に玉屋と鍵屋二軒の花火屋が競争で打ち上げました。何代目かの玉屋さんが、徳川様が日光行った留守にね、これより大きな花火はないだろうってんで、うちから火事を出してみせましたそれで瓦解になってしまいまして、一時鍵屋さんばっかりが打ち上げたんですから、鍵屋と褒めそうなものですが、褒めいいためですか玉屋と褒めます。俳優には屋号っていうものができてました。あれは褒めいい方が得ですね。ストンカランと目向くてとったよ、はじめ
来てくれや。屋号のわからない役者がございますと、てやてやなんてこと言った。屋号も古いから名前をぶつけに呼んでみようってんだ。どうも具合が悪いもんですな。市村うざえもん。どうも間が抜けてました。こないだ殿をつけてみたらなお具合が悪い。尾上松緑殿。区役所で呼び出しにあってるよ。同じ俳優でも審判の方は活発ですから名字をぶつけに呼びます。はめん。おや貴様ら叱られてるようで。花火って夏筒から離れて空へ上がって白きました。水へ落ちるまで一声に褒めます。長い褒め言葉ですな。シュン玉よちゅ水が審判の褒め言葉とあべこべにやったがどうも具合が悪い。審判がぐっと決まると担任法向こうから北村中央線のステーション呼んでるようだ。審判の褒め言葉を花火使っても具合が悪い。スパン止めや。どうしよう、いっぺん花火考えなきゃなりません。橋の上玉屋玉屋の声ばかり。なぜか鍵屋と言わず情なし。情へ鍵をかけました。安永年間は5月の28日が花火の当日だったそうです。白麹の方から参りましたのがお侍です。馬上で友明の侍にやりもち。よれい本庄方から渡ってきたのが玉屋さん。ただいま桶屋です。道具箱の先竹で輪になった玉をかけました。これを担ぎますてえと玉の司会はございたがやでございと歩きましたもん。いてえなこっちしょめえ気をつけるバカ。大きな荷物をしょやがってあっちこっちひょろひょろ歩くで。道具箱の角が俺の面当たったじゃねえか。向こう行け。あ足を踏んで向こう行かねえか。すみません勘弁してください。通して通るよ。通しとくんだよ。大きな荷物をしょって人の中へ入ったってのは困るもんです。あっちをされこっちをされひょろ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 しています。どーんと腰をつかれます。道具箱に張っている手が離れ道具箱を下にダンと落としてと輪になっている玉が一つドーンとつきました。パチッと一つ弾けると途中に止めがしてありませんからキリがないもん。ズズズズズズ。まだ悪い時には仕方がないもんで前に乗ってきた殿様の傘さえ弾ける先が当たる。竹の弾ける勢いってのは強いもんですよ。パチッてとスーッ傘だけどっかへ飛んでっちゃう。殿様傘なしになっちゃう。傘台だけ残って頭の上火鉢のごとく乗っけたよ。無礼者それに直れ。ご勘弁願います。愛すぎませんでます。飛んだ想像しました。しけるおい押すじゃねえバカ。あとにされ一生懸命。どうすいません大きな荷物をしっちょって人中へ減っちゃったんです。あっちをされこっちをされあきゃ取れなくて道具箱を落っことしちゃったんです。たがはじけてお殿様のかぶり物を飛ばしまして飛んだ粗相しますとこの通りでございますからご勘弁願います。黙れ黙れ。なぜその言い訳をする口で先言わびん。勘弁なら屋敷へ参れ。お屋敷に連れてからあっしの首はどいついてないよ。そんなことは構わねえんだ殺されんだこんな粗相したんだから、打ち行けると年を取った双親があるんですよ。親父は腰は抜けちゃってるしね。おふくら目は見えねえんです。明日殺されちゃうってえと明日から人様の角に立ってもらうこともできねえんだ。三人の命に関わるんです。この通りでございますから一つご勘弁願います。くどい勘弁ならわけ聞いつくんな言い訳じゃねえんだ。花井だよ本庄方言ってねえ玉の司会するってえと少しばらの銭を持って家に行けって米ととっかいて釜の下は焚きつけんのお二親が首を長くして待ってんだよ。つばくろ子みてえにね。他の橋を渡らよかったんだ三河町だよ。まだこんな人じゃねえと思ってね真ん中まで来ちゃった。行くことも蹴ることもできなくてこんな粗相しちゃったんです。この通りでございます。悪いと思うからこの通りでご勘弁。くどい勘弁ならん。かわいそうだね。嘘に涙出ねえよ。ボロ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 涙こぼしてやんじゃねえ。謝ることはねえやな。逃げちまえじゃねえか。逃げろよ逃げちまえ。逃げられやしないよこの人混みじゃ。逃げようともやどうやったって逃げるよ。俺んとこでもって松尾と入れ取ったネズミ昨日逃げちゃったの。ネズミと一緒にするね。やっちまえ。よえものいじめするな。あっという侍ってやつは尺二さんな。やっちまえ。
おめえどっこだな、おい。弱い奴についてやっちまえってな旗で聞いていい心落ちなんだけどね、やっちまえって途端に首を引っ込めんのよせよそれえ、おめえがやっちまえってと侍がぐーっと睨むだろ、ひょいっとおめえ首引っ込めやん、俺の首は出るじゃねえか。さっきからあの侍俺の面ばかり見ていいじゃねえか。面白いや、面白かねえやな。余裕者いじめするな、悔しきゃ出てこい、相手になってやら。そういうのそうかって言って出てきたらどうすんだよ、そん時は逃げら。堅実じゃかなわなくたってかけっこじゃ負けねえぞ。俺は飛脚屋だから足が速えんだな、おめえまた逃げろよ。ありがとう、いくら何を言ってくれたってあとは人の垣根だよ、逃げを忘れるもんじゃありませんよ。かわいそうだと思ったら線香の一本も立ってやっとくれよ。この通りでございますからご勘弁願います。だん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 下多くなっちゃってね、もっとあきゃ取れなくなっちゃうだろうと思うんです。この通りでございます。ご勘弁くどい、勘弁なら。言うとにかい大の男が橋台へ白雲のようになって泥をつけて頼んでんのに勘弁できねえってのか。どうしてもよじゃるマルタンボめ、マルタンボとは何、血も涙もねえからマルタンボだってんだ。橋台へ白雲のようになって謝ってんのはわからねえか、俺は困るってんじゃねえんだ。年を取った蓋をやがってんだ一応。命を投げ出しは恐ろしいことも怖いこともねえんだ。きっつくれえさ、首から切るか、ケツから切るか、どっからでも切ってみろ。切って素があったら素のねえってことをとっかいてやら。大悟やろってんだぞ、ざまにやれ白くの裏め。なんだ白くの裏とは。三ピンってんだ。たまにはサイコロもひっくりして勘定しとけ、あんけらそう。無礼申すと手は見せんぞ。見せねえ手ならしまっとけ。しつっかいか返せんかてめえ、手なんか見たがねえや。日本雑誌が怖くないか。何を言ってやんねえ、日本雑誌は怖くて焼き豆腐は食えるかい。気の利いたうなぎ見ろ、五六本刺してるぞ。そんなうなぎ食ったことあるべ。切れ、大小が目にいらん。何を言ってやんねえ、そんな長いものが目に入りゃ手つまつけになっちゃう。大小ってのは怖かったら柱ごよみの前で頭を下げなきゃあんねや。侍が怖かったら中心蔵の芝居見られねえってんだ。さっきつくれ、切れねえか、弾みつけてやろうか、ざまみやれ。もう所詮しようがないと命を投げ出してかかる、このくらい強いことはありません。田谷さんがあんまり単価が切れますんで、お侍遅れが出たか抜く機会がございません。馬の上にいるお侍両剣ができないってのは笠田屋だけですからな。見物が笑ってしょうがないです。無礼者切り捨てろ。消しかけでがつくと弾みのつくもんだ。あ、いっそがあと飛び下がって刀の使い手がかかってギラリと抜いた、抜けばたまちる氷の刃というと普通の刀、ところがギラリと抜けなかったら錆びついてってね、ガラガチャ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 、抜けば錆び散る赤いわし、おのれっと切ってきたやつ、あぶねっと首を敷いた、流れてくる利き腕がっちり押さえて離せ。離さねえか、刀持ってる手をガーッと食らいつい、痛いからそこにボロリッと落っことしたやつをうーんと引っ張った。力の入っている腕を敷かれたんでトン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 のめってくやつを落とした。刀をしろって後ろからカッチャッ、これは剣術ができんじゃないんです。普段から桶のケツを叩いている力、肩から血の下かけて袈裟掛け、スワッ、人間ハスになっちゃった。切り口ひね生姜を乗せると人間のいなり寿司みたいな格好になる。やて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 やれやてやれやて、大やつおいで、私のおいだがね、嘘ばっかりついてる。これはついてら、こんなやつはついてたって何にもなりゃしません。物見高いは江戸の常まして花火自分の両国です。喧嘩だ、敵討ちだってととえ旗え人の山。土量の敵だと切ってきたやつ、体が変わりました。流れてくる腕をがっちり押さえて、肩へ担いで一本じゃい。ゾーン叩きつけ、ゴロゴロゴロっと転がっていくてえと、欄干へドーンとぶつかってギュッと巻いちゃう。殿様は脇を見るてえと、槍がこう震えてます。下で槍持ちがカタ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 。馬からひらりと飛び降りますてえと、槍持ちの持っている槍を取って鞘払っておいて、ピリッ四五行かけてピタリとつけた。もうしようがないから田谷さん、じりっと西岸に構えて。このぐらいが西岸、上がると坂東、下がると論じってな魚屋さんの不調ですよね。プツーリついてきたやつ、間が良かったが体が変わった。流れてくる槍をがっちり押さえて、先端巻から槍の首をさーっと切っちゃった。もう殿様、槍っくりはつかなくないと。仕方がないからそこよっぽり出して、やりっぱなし。しまった、
刀の使い手がかかると、高屋さんも死に物狂いです。手元に繰り込んでって、横に払ったやつ。弾みがつきまして、殿様の首は空中へ、スーンと上がると、見物一同が、高屋ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いでございます。情けは人のためならずということわざがございますが、人に情けをかけるなんというのは神信心でもしようというような年頃にならないと起こりません。神様はどの神様を拝んでも何にでも聞くのかと思うとそうでないですな。あれにも専門家があるようでございます。水天宮様なんていうのは産科婦人科専門にかかってます。薬師様ってえのは目を治してくれますから眼科ですな。笠森様なんてんで下流病やってる方がございます。トゲ抜き地蔵ってえのは外科ですな。戸隠様ってえ神様がございます。これは虫歯の神様、歯科です。で虫歯が悪いてえと蟻の実を一生立つんです、梨を。で生まれつき人上下から何枚目てえものを書きまして、橋の上から戸隠様を拝んでこの梨を流します。あと梨を食べずにいると虫歯が治る。昔の人の言ったことって迷信と言って片付けられないことがございます。梨の芯で歯を磨くと歯がきれいになります。歯のお医者様に伺いましたんですが、三味で歯を磨けばきれいになるんだそう。それだけ歯が減るから痛むんですな。だから梨を食べない。で戸隠様より梨の方が眼目なんでございますが、昔は神様のお祭りなんてと大層盛んでございました。神田明神三王様のお祭りなんてえと将軍家が御上乱になりました。上乱祭りてんですからな。徳川さんお祭りにいくらかお金出したスポンサー付きのお祭りでございます。佃島ってえとこに住吉様って神様がございました。こりゃ島国でございますんで気が揃って大層よくできたもんだそうです。この祭りに行く人は橋がございませんで渡し船で行って私で帰ってきます。その自分の渡し船でございますからちょいちょい間違いがございましたもんで、その頃の教訓に落っこちができて私が嫌になりってなります。またその頃落っこちという言葉が大層流行りました。若旦那どこいらっしゃいます。横丁のお所さんまで。いや落っこちだな。息に聞こえます。使いどころが悪くちゃダメですな。頭はどこ行くの。横丁の伊勢屋の建前だ。いや落っこちだ。何をやんだ。建前に落っこちなんざいけませんけど。でクレムツと申しますから、ただいまの6時がしまい船です。お祭りのことですから、あっちで屋台を見てこっちで飾り物を見て、8番のクレムツを聞いて私ばい駆けつける点ですから、船場はもういっぱいの人です。船頭さん、しまい船ですかそれは。ああ間に合ってよかった。どうかと思って心配してきたんだがね、一人乗せてくださいな。いや立っててもいいからね。すいませんね割り込んで。あいすいません。なんだよおかみさん。お見足を止めました。あいすいません。伺いたいことがございますんで、お人違いでございましたらお詫びを申します。ちょいとお待ちを願いたいのです。なんだね、早く言ってください。なんだい。3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を5両のお金をお恵みになりまして、お助けになった覚えはございませんか。私が。違う、私じゃない。それは人違いですよ。ええ、ああ船頭さん、船出しちゃっちゃ困るね。しまい船でしょ、返してくださいよ。そうはいかないった。おかみさん大変な人違いされたよ。しまい船が出てしまったじゃありません。島に親戚がなく泊まることはできない。3年になるかね。ああ忘れました。お金をあげたかどうかもはっきり覚えてませんが、暮れ方でした今頃。そうそう、吾妻橋のね北側で欄干片足かけた女の人、若い娘さんですよ。お引き止め申したことがあります。旦那です。ありがとうございます。私その折の2日間でございます。あ
あなたでしたか。どうもお見それしまして、すっかり変わりましたな。いや、あの自分若くて島田を言ってらっしゃる、今は曲げでしょ、白羽だったのが金をつけてらっしゃるしね。あの自分若くて綺麗だったの、いや今でも綺麗ですがねそりゃあそうと姉妹船に出られて困りましたが、そのご心配には及びませんで、宿が船頭いたしております。いつ何時でも向こうへお船を出します。むさ苦しいうちでございますが、お立ち寄り願えませんでしょうか。旦那が船頭さんを、じゃ船は出していただけます。それを聞いて安心しました。じゃあお邪魔します。どうぞこちらへ。俺は高上がりじゃすみません。どういたしました。その説はいろいろありがとうございます。ご主人に奉公している身でございまして、五両のお金を落としまして、言い訳なさに死のうとしたところを旦那様に助けていただきまして、決してそのご恩を忘れたわけではございません。若い自分でございますのに、嬉しいのと決まりが悪いので、お名前もおところも伺うのを忘れまして、始終今の連れ合いに小言を言われてるくらいでございます。なんと もありがとう。いやいや、お手挙げてください。どうぞどうぞ。私はすっかり忘れてたくらいですから、改めて礼言われるてえとき、いや面目ないてえもん。そうですか、お金落としてねいや、言い訳なさに死のうというその一言があなたの正直だということがよくわかりますよ身の固まったことは結構ですな、おめでたいこって。先祖さん、そうですか。どうか立たないでください。何にもありませんの。お祭り時でございますから、手製の煮しめですからおこわぐらいですが、一本つけますから。いやいや、お酒はよしましょう。旦那のいない留守に上がってお酒ごちそうになってるところに旦那が帰ってきて、間違いを、いやそんなことはありませんの。旦那の噂は始終うちと言い暮らしておりますから、よく知っております。何にもございませんから。ちょい、そうですか。そりゃそりゃどうも。じゃあ、旦那も私のことご存じ、そうですかい。こりゃそうですか。じゃあ一ついただきます。あんまりいただけない方でございますが、どうも、このお祭りには毎年参ります。体操よくできましたな。何か六角みこしというんで、獅子頭も他のとは違うんだそうですな気が揃うというんですか。体操よくできます、毎年。恐ろしい重てえ人が駆け出していきますね。火事ですか、喧嘩ですか。なんでございますか。祭り時、島国で気が立っております。あっちこっちに喧嘩がございます。喧嘩ってえと切れ物持ちまして、殺せー殺しゃがれで、危なくて女子供は表へ出られません。大層駆け出していきますが、喧嘩でございますかしら。おか、この気分そっち置いとけ。待っとくれ、ちょいと。喧嘩かい。喧嘩じゃねえんで、私船の指名船に沈んじゃったんだよ。助けに行くんだからな。お客様だからね、ケーツ来たから挨拶するから待たせてくれよ。怪我しないようにね。旦那お聞きですか。あなたがお乗りになって、私がお引き止め申したお船が沈ったそうでございます。あの船は。そうですか、積みすぎていましたよ。小べりすれすれでしたがね、姉妹船と聞いて乗らなきゃ泊まることはできないと思って、無理に乗ってあなたに引き下ろされた。私あなたに助けられたよな。あの船に乗ってしまえば自慢じゃありませんが、泳ぎは知りませんしねガバガバガバってとっくりですよ。とっくりまで持ちゃいいんですがね、ガバズってとおしまい金づち点ですね。死んだ人も多いでしょうな。何しろお祭り時の暮れ方、女子供が多ございますからね。旦那さえ無事ならばそんなおめでたいことございませんから、ご心配には及びません。さあお一つ。いえ、いただいてもおいしくありません。毛穴が総下だってきました。おつもりにします。話をしているところへ帰ってまいりました。三十七八になります。色の真っ黒けな松の木を二つに割ったような体格の人で、来た。どうしたよお前さん。どうもこうもねえや、船場行ってみろ、茂の山だよ。暮れ方で女子供が多いんだろう。助かってえと一人もいねえ。泳げるやつが助けに飛び込むってえと一人に五六人と泳げねえやつがかじりつくんだ助けに行ったやつまで死んじゃったよ。こりゃどうも引き取り手が来たらどんな気持ちになるだろうと思うと人事と思えねえんだ。いや心持ちで帰ってきたんだな。100点なんで。
3年前に私がね、吾妻橋から身を投げようとした時に助けていただいた旦那だよ。お前さんに指示を話して、あったのか。大変なとこでお目にかかったんだよ。お前さんに褒めてもらおうと思って無理に押し止めもしてあるんだけど、ご挨拶さ。ご挨拶とって仏じゃしょうね。待ちなよ。裏行きますってと井戸端で新しい水を頭からじーざっと五六杯浴びますってとさっぱりした浴衣と着替えまして、旦那お初にお目にかかります。私は先導の金五郎ってもんでございますな。3年目にはこいつはいろいろお世話様になりました。ありがとうございます。決してご恩を忘れたわけじゃねえんです。こいつはまたね、若い自分で嬉しいのと決まりが悪いんで、お名前もおところも聞くのを忘れたってんです。命の親の旦那様じゃねえか。お名前だけでも伺っとくのは当たり前だ。こんなドジなやつはねえなって、のべつ小言です。小言言ったって会えるもんじゃなしに。で、ところも名前もわからないんだから、雲をつかむような尋ねもんでしょ。だからどうやってって探していいんだ。だからね、こういうことは神信心より他にしようがねえと思っても、普段武将もんでね、惚れやすい神様一人もいねえんですよ。毎朝大臣さんを拝むんだが、何て言って拝んでいいか分かりませんからね。旦那見てください、あの科学君いる言ってんですが、メメズののたくったような字で吾妻橋の旦那様と書いてあります。すすけちゃってますがね、あいつ毎朝二人で一生懸命拝んだんです。そのおかげでお目にかかれたと思うんです。これからご恩返しだって貧乏だから銭っこはできませんがね、体張ることをおっしゃってください。あれしろこれしろと命に変えてもいたしますか。恐れ入りました。お手を挙げください。お手を挙げください。申し遅れましてございます。私神田お玉が池におります。駒物渡世をしております次郎兵衛というもんでございます。助けた助けられたはございません。今沈んだというお船へ私が乗りました。お宅のおかみさんに引き下ろされましてな、助けられました。え、旦那があの船、おめが。そうですか。こいつは助けたんじゃありませんよ。神様助けた。旦那みてえな言い方は死ぬようなこっちゃ、皆も仏もねえもんで。それだな、だ褒めてもらおうなんとかなんとか言ってた。どうそう、めでてえで何人のうちの一人ですよ。一人も助かったもんありません。まあめでてえからいっぱい行くよ。ありがとうございますが、お留守に上がりまして、もう随分いただいております。誠に相すいませんが、お船を出していただきたいんですが。ええ、やったな。え、クレームツアー船止めなんてそんなことは構わねえんですよ。今の間違いだってね、一ペや二ペね、増し船できねえことはねえんです。百姓定規ってやつですよ。だからね、いつでも出せるんですけどもね、この間違い事のあった後すぐに船出すのは回りんだよ。ええ、仲間の付き合いね、すいませんが今夜泊まってっつやな。ねえ、明日の朝早く出しますから。え、いえ、あの絹布団の柔らかいの石中寝てる人が木綿布団のゴチゴチしたやつに体痛くするのは話の種ですよ。夫婦は裸で寝たって旦那に風邪ひかせるようなことはしませんから。 お願いしないかい。あの実の親に会ったような気がしますんです。私生みの親がないもんでございますから、夫婦になったことやなんかも聞いていただきたく、またこれからのご相談にも乗っていただきたいと思いますから、今夜ぜひ一晩。ありがとう。せっかくでございますが、うちを出るときにあのクレムツで帰る姉妹船なら間違いなく帰るよと言って出てきましたんです。帰りませんとな、うちの家内がちょっとやきもあのいえ心配性だもんですがな、すいませんがどうでしょう。そうですか。じゃあね、あの船場が静まるまで待つさい。会社が静まったらすぐ船出すから。まあまあいいや、いっぺん お酌しねえかい。命の親だと思いますから、死体も起きません。もてなしに次郎兵衛さんうかうかとお酒飲んで、次郎兵衛さんはこれでいいんですが、お家が大変。普段固い人です。クレムツで帰るよ、姉妹船だな、間違いなく帰るよと言って出て行きました。クレムツって帰ってきません。人をやって探してみますってえと、この姉妹船が沈んで、助かった人が一人もいない。さあ大変です。おかみさんおっかさんの膝にうわーと泣き崩れちまう。ご近所の方は見ているわけにいきません。こういう時にはご当家の人上がっちゃって何もできない、旗の者がしてやるよりしょうがないってんで飛んでくてえと、すだれ裏返して奇襲帝札張っちまう。腰屋行って大きな早おげ持ってくるてえと、うちの真ん中にドレーンと据え込んじゃう。気の早いやつがあるもんです。来た。え、次郎兵衛さん死んだってな。そうだってさ、今朝家で会ったんだ。おめえが、お筑大祭りに行くんだ、行きませんかって誘われたい。から切り上げ仕事で今日は忙しいからって言って断っていいことしたい。行きゃ俺だってこんなんなっちゃった。はあ、そう言われてみるてえと影が薄かったね。
今月月番誰だい？月番は与太郎だ。ちっやったなあ、あいつじゃ連れてったっちゃねえだろ。月番だもん、連れてってお辞儀だけでもさせようじゃん。いりゃいいがね。与太、うん、ああいたいたいたよ、出てこい。ジロベさん亡くなったぞ。へえ、どこへ？こういうやつだよ。どこへ亡くなるやつがあるかい。死んだんだよ。あら、初めて。行くとも死んでる。悔やみに行くんだよ。え、悔やみに？悔やみ言うの？死んだとこ悔やみってどうすんだよ。悔やみ、ね、あの向こう行ってね、おめえ黙ってお辞儀してらいいよ。変なこと言って笑わせるってえと向こうメソメソ泣いてるんだ、気の毒だろうな。黙ってお辞儀して、私たちの言うことが分かったらその真似して、いやいいから、いいかい、おばあさん行くのかい、一緒に行こう。ゾロ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 つながってまいりました。お悔やみの工場ってえのは妙なもんです。普段立派に口の利ける人が悔やみの場所へ行くてえと一言も喋れなくなる。まるっきり喋らないかってえとそうじゃないんです。入ってきた時はっきり入ってきます。真ん中何を言ってんだかわからない。おしまい少しはっきり仕掛けたと思うといつの間にかグズグズグズっとわからなくなってスーッと消えていっちゃう。10人のうち1人と言いたいが1人もありません。このもこっちはございませんが、ご近所に不幸でもございました、ちょいと覗いてご覧になると、ははこれだなと思うことがございます。こんばんは。はい、こんばんは。いい、こんばんは。片してくんねえか、下駄すまねえ、脇やってつくれ。どうも。おかみさん、この度はとんでもってました。おっかだ、なんと申し訳がございませんで。びっくりした。今朝湯で会ったんです。佃行くんだがって誘われましたからね。あっしは仕事忙しいからって断っていく。なんつう、私だって知ったらねえ、なんつから。本当にどうも夢のようだから。ご病気とかとかいうなんねえ、なんでしたら何をなんですけども、ああいうどうも本当に申し訳ございませんで、あまりお悔やみになってお体の方が何ちょっとなんでございますからな、本当にどうも申し訳ございません。私は何もできませんが、あの私で何することが何でしたら、お役でしたらまた何ですから、さよなら。まだわけなわからない。上がってください。こんばんは。どうも、おっかさん大変でしたね。おかみさん、なんとも申し訳ございません。聞いてびっくりした。あんないい人は亡くなるなんてのは神も仏もねえもんだったんですよ。本当にね、人の面とはよく見るし、親切だし、世話好きでね、正直でさ、お宅の旦那は悪くやつは知ってるだってありません。あっしなんて何を言ったって一番先に飛んでこなきゃならねえってもな、お宅でもって泣こうとしていただきました。で、今のかかはもらったんです。ええ、それはもう本当にあの恩に来てんです。こんないいかかはもらいやしません。いや、あっしはそう思ってますよ。朝早はしね、からその一生懸命そのやりますしね、あの縫い張りったって一通りのものはあれできます。だから食べ物だって客が来てもてんやもの取らねえんですよ。あいつがちこちこっとこう開いる方がうめえんです。でまた足の好きなもの知ってますからね、あれは。だからちゃんと心得てましてね、やってくれるんですよ。だからその読み書きったってな、難しいこっちゃありませんけどね、普通のあの なんかその、うん、日記ぐらいのことはちゃんとあれ書いといてくれるんです。もう夫婦縁かな、一遍もしたことないんです。で近所じゃ羨ましがってね、夫婦みてえじゃねえ、色みてえだなんてやつよ。だから何言われたってね、その仲のいいくれいいことはねえだろうと思うからね、あっしあれをいたってやります。あれ私をしたってきます。で夫は妻をいたがります。妻は夫に従い、そういうわけな。まるっきりうちをあげたことねえんです、あっしは硬いから。あ、まるっきりって言うといけませんね。一晩開けたことありますよ。あのね、花時でしたかね、友達に誘われまして一杯飲んじゃってね、遊びに行っちゃった。あぐら酒ってきてね、男ってのはね、入りにくいもんなんですよ。女の人は知らねえですけどね。それからね、あのふっと覗いてみて、寝てかなんかいてくれるってえと仮病でもいいんですよ。どっか悪いのかってんで入りいいんですがね、しばちの前でこう一生懸命仕事してやん。気軽に歩くってね、あっち行ったりこっち行ったりして、いくら歩いてたってキリがねえからね、しまいにね、あすっとぼけましてね、こんにちは、ごめんくださいって入ってったんですよ。入る途端に、ゆうべどこ行ってたんですってなこと言われちまや、出来物は吹っ切れたやらをつけどね、言われんです。ひゅっと顔見ちゃう。ありごとしてやんです。もう真後で首です、無言の行。しばらくね、脇の下から冷たい汗がパタッパ
たっと垂れるのは分かるんですよ。しばらく経って、昨晩はどちらへお浮かれでしたと、霧工場で終わったらじゃあ。それから友達と飲んで一晩帰れなくなっちゃって開けたんだけど、寂しかったんだけど勘弁してくれねえって言うと、どんなお相方が出ましたって言うんですよ。それからね、相方は何もあれはしない、へべらけだから分からねえんだよ。いくら酔っていらしたって抱きでした女じゃありませんか、顔ぐらい覚えとくのが人情だわってやって、それどこじゃね、へべれけだからまるっきりわからねえんだって言われてね、あの一緒になって初めてこのうち一人で寝てみたんですけど、天井でネズミが騒ぐし、夕べくらい寂しい思いしたことありません、それを知らないで表で浮気をしてらっしゃる、ほんとにお前さんは罪な人ですねってやって、ひざっこずっとこうキャッとつねりゃつねっても根が惚れてますからね、あとこうさすってやんちよ、さよならなんだよあれおい、大変なやつがあるもんだな、悔やみじゃねえよ、花からおしまいまでかかののろけいって書いちまった。ヨタ、こっち来てお辞儀しな。こんばんは。こんばんどうもありがとう。ありがとう。ありがてえってなるけ。やじらねえ、ありがたがない。うちにいたら来たん、来てね、ジロベさん亡くなっちゃったって言うんですよ。で、亡くなったならどっか探しゃいって言ったら、したら死んだんだ。それから初めてですかって言ったら、行くでも死ぬやつはねえって言う。で、あの旦那本当にいい旦那、いろんなものくれたの、もう何にももらえやしね、そんなこと言ったらしゃれじゃねえかな、でも知らないからね、だから今夜まあこうやって来てね、どうももう気をつけますから、どうもすいません、謝ったって知らねえんだよバカだな、おめえは殺したんじゃねえや、すいませんってやる、こんなもんに相手になっていくらから笑ってたって知らねえからね、半分かけつやして半分死骸の引き取りにちぎようと思うんだ、カン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 日が照っちゃってからの死骸の引き取りってえのはだれるもんだよ、薄明るくなったとこ行ってきようと思うんだがね、よく大勢でいっぺんに死んだ時は間違った死骸持ってきちゃって泊まり出しちゃったなんて話よく聞くからね、体つきを聞いてかなきゃ、おかみさんもおっかさんもここのうちは二人聞いて行ってもらうわけにいかないだろ、だからさよく聞いてから行こうじゃねえ、おかみさんお悔やみになってんな、ごもっともでございますが、お寂しいといけませんから半分はここで陰ずやします、半分は死骸の引き取りに行ってきようと思うんですがね、薄明るくなった時に行って持ってきようと思うんですけど、よく大勢死んだ時は間違ったもの持ってきたなんて話があるそうで、からね、体つきを聞いてきたにさ、どういう何でしたか体が、ありがとうございます、薩摩の蚊がすりを着まして、金剣城の五分詰まりの帯を締める、すき家の羽織を着ております、やたてと扇子を腰に刺します、下駄は白木ののめりを履いております、しかんという下駄でございます、白金氏の鼻緒がすがっております、政は13本通っております、霧は一語じゃございません、合図でございます、話はごまけねえよだけどね、それでわからなくなったってんのはそのなりを探すんだけどね、死んだんだからね、おまけに水井兵ってさ、ねえ、うまくその好きやの羽織着てね、いろんなもの腰に刺してさ、下駄履いてきちんと行儀よく死んでてくれりゃいいんだ、水飲む苦しいから暴く羽織を脱げちゃう、下駄とか一枚程度体のうちなんですよ、どんな人でも人と違ったとこが一箇所ぐらいあるってますよ、急の跡があるとか、おできがあるとか、失礼があるとか、エボがあるとか、あざがあるとかさ、で裸になったとこ始終見てんな、おかみさんですからね、どっか人と違った一箇所、これでなきゃ他の人にないとこってのはありませんか、どっか体のうちで一箇所ございます、もしも分かりませんでしたら左の二の腕をご覧ください、左の二の腕ってところから上ですね、表ですか、裏こっち、なんですか、おできですか、エボ、傷跡、失礼なんつ、玉命と私の名前が入れ墨になってます、どうもごちそうさまでございましたおい玉命まで引き合わせはねえや、じゃあ半分かけてやしよう、なーもーみどーぶ、お寄りくださいませんか、すだれのかかったうちですがね、今人が出てきたあそこです、いけません、ありがとうございます、いやあとね、間違い事のあった後でしょ、すぐ出てやらねえと仲間はうるさくしやねえんです、お宅を覚えようと思ってここまで送ってきたんですから、もう分かったら今度はかかわ連れてね、宿るのつもりで押しかけて泊まり上げてきますから、そうですかね、じゃお宅のおかみさんによろしく、お宅にもね、じゃあごめんください、さよなら、いい人で遅れた、きちゅうとさあ大変、誰か死んだ
悔やんでもしょうがない。入ろう。今帰りました。どなた。うわなんだよ、どうしたの、なんかあんのかい。ジジ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 、セミだね。見てやってくれよ。誰。うわー、いけ。同じようなやつは二人できちゃった。どうしたい。ジジジジジ、あいつもやってやる。見てやれ。どうしたい。うわー、いけ。なめめほれんや、今日なまんだん。浮かんでください、浮かんでください、浮かんでくださいじゃない。これは長屋の人が大勢集まって、おっかさんいますね、家内がいます。誰が死んだんだ。お前さんが死んだんだ。いい、あの早起きは誰が入る。お前さんが入るんだよ。そそっかしい幽霊だな。死んだの忘れてんのかい。足がありますか。足あります。佃の祭り見物に行って船がしっくらかい。そうですか、お話しします。お長屋の方どうもお騒がせ申しまして、すいません、おっかさんご心配かけました。お前も心配したろ、勘弁しておくれ。あの船に乗ったんですがね、3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金やって助けた。忘れてました。その女に引き下ろされました。女のうちでお酒にごちそうになって助かった。情けは人のためならずって本当だね。おかみさん泣いてる子じゃないよ。助けた女のうちでお酒飲んでたんだ。さ、人の気も知らない。どうせそうでしょ。おい、やきもちやいたっちゃねえな。こんなめでてえことないね。大笑いをして引き上げました。肌からおしまいまで隅っこの方でこの話をじーっと聞いてたのが与太郎さん。いいことはするもんだ、悪いことはするもんじゃない。助けておけば助けられるもんだっての頭に入っちゃう。うちに帰って五両のお金ったってありませんよ。道具をバッタに売って五両のお金へこしらえる程度腰弁当で毎日身投げ探してある。あいにくしけだとめいて身投げに出っ壊さない。永代橋にかかります。西に向かって合わせての目にいっぱいの涙。32歳になります。おかみさん丸バゲが根が抜けて左へがっくり。瓶のほつれ毛を頬から口へ2、3本欄干へつかまる程度伸び上がって川の中見て片手合掌で拝んでます。これを見た与太郎さん喜んだ。ありがてえ。いきなり後ろから抱きついた。お待ちなさい。何をするんです。五両のお金に困ってここから身を投げんでしょ。冗談言っちゃいけませんよ。歯が痛いから戸隠様に拝んかけてんで。ねえ、たもとに石が入ってら。これ納めるなしでございます。カタカナのトの字に一の式用で上になったり下になったり、カタカナのトの字を書きまして上一を敷くと下という字です。下一を敷くと反対に神という字になります。上姿は下い棒が敷いてありますから、棒から下々のことはさらにご存じないもんだそう。上一を敷きました我々下々のものは上棒が敷いてありますから、棒から上のこと、上姿のことはよくわかりません。うまくできてるもんですな。上姿は下々を知らず、また我々みたいの下姿は、下姿ってはありません。下々は上を知らず、ものは中がいいというんで、中という字はあの口を書いて上下い棒が抜けてます。あれ上下い口が聞けるという意味だそう。昔のお大名当魂の家族様、下々のことをさらにご存じありません。もっとこの頃の家族様は随分なんですな、過剰に通じてる方がございますが、昔は応用な人のことをあの人はお大名みたいだねなんて言いました。それから何にも知らないポーッとした人のことも大名みてえだななんて悪口がございましたもん。企まなくっても落とし話の土台になるのがいくらもございますもん。三代お召しにござります。今宵は十五夜じゃの。御意にござります。お月様は出たか。あ、お月様は出たか。恐れながら申し上げます、月は月とお呼び捨てがよいかと考えます。おう、世は大信者によって月と存在に申せというか。いつかな存在というわけではござりません。詩に作り歌に読みましても月は月でよいかと考えます。おう、さようか。しからば月は出たか。一点のくまなく晴れ渡りました。星メラムか。星にメラなんぞいりゃしません。戦争中から戦争後は家庭菜園なんてものが市場に流行りました。あれは食糧難のためでございましょう。銀座裏でかぼちゃにナスにキュウリが取れたり、忍ばずでお米が取れたりしたでございますが、その前の大名の屋敷でも
家庭菜園ってのありましたもんで、これは食糧難のためじゃございません、植物研究のためってんでございましょう。金太夫、お召しにございます。今宵の下品はちょっと風味が浅いの。恐れ入りましてございます。先日お下屋敷で差し上げましたるなは小米の百姓が作ります。下ごいをかけて作り上げました。本日差し上げましたるは屋敷うちで作ります。ごく清らかな水ごいにござります。水ごいと下ごいの差がござりますので、本日の名が風味が浅いのかと存じます。さようか。下品は下ごいをかけると味がよいか。よいにござります。おお、苦しいはない。これ少しかけてまいる。それかけたら食べられやしません。下ごいてえものがどういうもんだったかご存じない点ですから面白うございます。おしめ様もそうです。お月のご縁、お縁が湧いでておちこちを眺めていらっしゃいます。仮金が二三番舞いました。さつき、お召しにござります。宮川が飛ぶぞ。恐れながら申し上げます。がんと申しますと下世話の言葉に相なります。和歌、四季島の道に狩りと申します。あれは狩りと仰せがよいようで。さようか。へこまされたんで少し決まりがあるんでだれました。さつきってご老女、一服タバコを飲むてえとポーンとはたきまして、がん首は落っこっちゃう。さつき宮、あれ狩り首が落ちた。これやっぱりだもん、がん首でなきゃ具合が悪いようでございます。途上下城が一番のお楽しみでございます。何か物珍しいものはないか、耳新しいことはないかとあっちこっちを見ています。きた、米安くなったな。安いね。料理ごとこしょうだ。こったら暮らしいやな。ちらりとお耳に入りました。お米の値なんぞを知っているものはございません。途上いたしますてえとおつめと申しましてたまりがございます。近藤氏にはお早くごとじょ。大見氏にもお早いことじょ。米は安くなったの。いや、貴公は相変わらず下様に通じておるの。米の値を存じておるか。米は一体どのぐらいするもの。量にごとごしょうで安いな。下町人は暮らしいと言って喜んでおる。まず天が太平だの。はあ、量にごとごしょう。量と申すと何量。多分千両です。そんな高い米そんな自分の食べられやしませんけれど。拙者は米の炊き方を知っておる。炊き方、水加減というかな。さすがは千軍万馬往来の猛者だけあるの。どうする、一升の米を研いで水を張るには手を入れて黒星まで水を張るとよく炊ける。えらいことを知っておるの。一升の米は手を入れて黒星まで。うん。二升炊くときは、二升炊くときは両手を入れ、三升炊くときは足を突っ込む。まさかそうでもないでしょうけれども。召し上がり物が鯛の一匹漬け。殿様はひょいと一端しかつけないで、これうまいなと思うてえと代わりをもて次のを取り寄せまして、またこれを一端しかつけない。我々でございますてえと片面食べちゃうてえと頭と尻尾を持ってぐるっとひっくり返して裏側平らげちゃって、ガニがオスだぜってんで目玉くり抜いて食べちゃう。熱いよないかい、こついの吸い回しだなんてんでソップまで取っちまいます。犬にやったって食べやしません。お殿様は一端しかつけない。三代は代わり表は代わり表。へえ、あいにくまかない所に一匹の鯛です。市中駆け回りはないことはありませんが今の間に合いません。三代代わりじゃ。恐れながら申し上げます。なんじゃ。向こう月山の桜手入れをいたしました。明年先頃はさぞ見事かと存じます。何、月山の桜か。おお、よう手が入ったの。こちらの枝がの向こうに気を取られてる時頭と尻尾を持ってくるっとひっくらかしお召しの鯛を持参いたしました。うん、さようか。うん、以前に変わらぬ良い風味じゃの。代わり表は代わり表、うん、へえ、今度はひっくらかしゃ元の穴が出てくるんです。三代代わりじゃ。もう一遍月山の桜を見ようか。いや、殿様知ってたんでございます。中には粋な人があるもんでございます。来た。見れ。なんだ、女乗り物だ。病打ちだな。綺麗だな。中なんで、デイミョンのお姫様かな。
見てえな、金ピカだろうな。うん、はっきりし銀紙だよ。着物ばかりじゃねえ、かんざしだってそうだ。ピラピラがうんと下がってら、ちょいと顔を向けるてえとチャラン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 って音がする。どうせ男と生まれたには一生涯に一遍だけでいいから、あんなお姫様に「ハッツァン、私あなた出なくちゃならないよ」ってなこと言われてみてえな。何を言って、職人がデミオのお姫様聞いてあげれら、ヨタカと遊べ。これがちらりと耳に入りました。お姫様、お屋敷をお帰りになりますてえとお出迎えのお女中、あやめだとかもみだとかさつきだとかはぎだとか寛永タバコの刻みみたいなのがずっと並んでます。さつき、お召しにござります。本日朝課を通ると町人が与鷹かへと申したが、どういうわけか。あ、へえ、これ返事に困ります。宅へ帰りましてゆるりと休息いたしますことを与鷹とあすべと申します。おお、さようか。うまくごまかしました。その日は過ぎました。明くる日になるてえといずれもご意見番てえもんのございますもん。三太夫てえおじいさん、未練らしく細いちょんまげ残しました。屋台店に茹でてあるカニみたいの分厚った格好で、締め気味には麗しきご尊顔の拝し、三太夫超越申し上げます。老体の身の上、日々の出資大義であるの、苦しゅうない、次へ下がってよたかと遊べ。どうもこれ遊べないでございましょうがな。これもさるお大名でございますが、秋の野陰でございます。上目黒へお出かけになりまして、あっちこっちと飛び回った末、野立所、まあ、休憩所ですな。これでもって腰掛けて一服飲んでますてえと、ちょうど汁時分です。近所の百姓屋で焼いてるサンマの匂いがプンプンと入ってきました。サンマてえな、走りのサンマってやつ油が強うございますんでな、長屋中おかずが分かっちゃうくらい匂いの高いもんです。お腹がペコペコなところい、その嗅いだことのないいい匂いです。鼻はピクピク、動かし始めました。金屋、お召しにござります。なんじゃこの匂いは。農家におきまして昼の際サンマを焼きおります匂いにござります。サンマと申す、動か、良い匂いだの。要はまだ食したことはない。は、下数王にござります。下数下民が口にいたします。お神様のお口は入るものではござりません。控え、下数下民が口にいたし世の口に合わんとは太平の税と申するもので、武士が一朝ことがあり千軍万馬往来の見入り、あれは食えん、これは嫌いだで武士が務まる、苦しむない、持参いたせ。理屈にあってんだからしょうがありません。百姓屋に飛び込んで、驚いたな、百姓屋のじいさんばあさん、野菜物を持って町売りまして、で金と買えますてえと帰りにサンマ買ってきました。か走りだからばあさんと二人で食おうってんで五六本買ってきて、で鉄器屋なんかで焼くんじゃないんです、サンマのうんぼ焼きってやつです。どんどん起きてる芯の中へサンマは直に放り込みました。頭に毛ひずみがくっついてる、尻っぽい肺がくっついてます。こいつ上へ行って話してもらいました。さらい持ってすっかり皮剥ぎますて、荒骨取っちゃっておろしを添えまして、醤油かけますてと焼きたてですからジューてんです。走りの一油乗った焼きたてのサンマを一箸つけてみると、うまいのなんのと言って、そうでしょう、我々がうまいんですから、ああいう方だってまずかろうわけがございません。サンマと申すか。よいにござります。美味なるものじゃな、世はまだ食したことがない。目黒というところは良いところだ、かような魚が食せる、代わり表。あ、サンマと申すな。御意にござります。神なるものじゃな、目黒は良いな、代わり表。ご家来心配になったってものは一人で五六分食べてしまいました。お殿様に申し上げます。なんじゃ。お屋敷へお帰りの節、神目黒におきましてサンマを食せしことはどうぞご公害ご無用に願いとを存じます。目黒においてサンマを食したこと言うては悪いか。下数王にござりますので重役らの耳に入ります。我々どもの落ち度に相なります。ご他言ご無用に願いとを存じます。その方らの迷惑となることなら余は言わんぞ。言わんと言って帰ってきました。食べることより他に能のないお大名です。お膳が出てくるてえとすぐサンマを思い出します。あんまかったな、目黒にもういっぺん行きたいな。土地の話が出るとすぐに目黒を思い出し、目黒いいとこだな、あの時食べたサンマがうまかったな、
目黒とさんま、さんまと目黒、頭にカンカーンと入っちゃう。時々 お漏らしになります。金屋お召しにござりますか。目黒は良いとこだの。良いにござります。気温風景ともに備わりまして。いやいや、気温だの風景をめでるのでない。あの折食した魚な、さんまと申すか。うえお言うては悪いな。しかしあの長屋かなる。長屋かは何もありゃしません。ご家来しやしやしています。ただいまの言葉で園遊会というものはございますが、その頃は言葉が違ったんでございましょうが、そういうことがございました。ご親類方にご招待されました。本日はいかなるお料理をもお好みの品を差し上げますと来た。こういう時に食通を振り回してサンマは食わなきゃ食う時はないと思いました。しからば要はサンマが食したい。はっ、サンマじゃ。サンマにござりますか。はっ、伺ってきたかね。うん。お殿様なんだ。サンマ。え、サンマ。お殿様サンマご存知のわけがない。今日の耳違い。あんまじゃないかい。あんま食べられないだろ。もう一遍伺ってごらん。再伺いしたところがやはりサンマとの多さ。さあ大変です。早んまで人を動かし、調子の扇で取れた本場のサンマを取り寄せました。これを焼きまして皮を剥いで骨を取って、小骨を毛抜きで一本一本取って、このまんまじゃ脂っこくてよくないってんで蒸しかけて油抜いちまって、形が面白くないってんで粉を入れて団子にしてつみれです。お椀にするてえとあんかけで、これを持って出ました。殿様待ってて、このお皿の上に長やかなる黒やかなるものが出てくるかと思うと、丸やかなるものが出てきました。サンマか。よいにござります。蓋を取りますてえとかすかにサンマの匂いがふーんとします。これですと待ってましたと食べてみると、まずいのなんのと。そりゃそうでしょう、のがけでございますから飛び回ってたくあんの尻尾を食べてもうまい味が残っているところに、今日は満腹ばかりじゃございません。サンマのソップ柄ですからね、だし柄パサパサしちゃう。サンマか。よいにござります。伊豆方より取り寄せた、人を動かし走らせました。魚は調子の沖の本場にござります。何これが調子だ。それでいかん、サンマは目黒に限るぞ。相変わらずのお笑いでございます。何事によらず陰気陽気というものがございますもので、お習氏にも、陰陽がございます。陽気などが南明法蓮華経南無阿弥陀仏と来ると陰気です。10月のお英式頃になるてえとも、池上堀の内なんてえなもうお祭りみたいな騒ぎで、花万丼に明かりが入りますてえと当番という纏を振りかざしましてな、昼日番店腹掛け申し向こう八枚掘り物だらけの兄まで、鳴り物があってえと内輪太鼓が第一番、笛金小子にまで入りまして、岡村みたいな林です。てんてけどこてけどこどどどてけどこてんどんどんちゃんちゃちゃちきちゃちゃちきちとろたらびとでとんとんたかたつくたたつくた、バカ踊りみたいなもんです。堀の内が近くなったらそろそろ泥目に取りかかろうが、泥目ですからな、17、8の娘さんまで釣り込まれまして、南無妙法来外境、法来外境なんてのはございます。陽気なもんだから内輪太鼓を叩くと上向いてしまいます。てんてけどこてけどこどんどどてけどこてんどんどん、魔のクソ踏み放題でおしおし。南無阿弥陀仏は陰気だからだん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 下向いちまいます。その代わり下に落っこってるのは何でも拾ってしまう。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。三号寺の五分玉が落ちてた。なんだ、目星の種だ。何でも拾ってしまう。徳でございます。信心とは誠の心、信ずる心と文字に書くそう。神様仏様を拝むのは難しいんですな。ただ拝んでもご利益がないんだそう。神仏を拝むときには欲心を去り邪念を捨て、
一心不乱に神仏をお祈りしなければご利益がない。邪念を捨てってのはできますが、欲心を去りてえのが難しいだろうと思います。欲があるから拝むんですからな。金銭の欲ばかりが欲じゃありませんよ。いい彼氏が見つかりますように、いい彼女ができますようにも欲でございます。あげるお賽銭が大抵10円です。5円が少ないから、ありゃ5円ですよ。5円だと思って間違いで10円あげちまって、しまったもったいねえって、どっちがもったいねえんだかわけがわからない。あげるお賽銭が10円でも願うことが大変です。天下太平家内安全無病息災武運長久商売繁盛病難火難水難盗難剣難を逃れますように、10種目ですからな。一つ1円でございます。あれじゃあご利益くれるわけがございません。神仏を拝むときには目をつぶって拝みます。あれは他へ気の散らないようにというんで目をつぶる。目はつぶったって鼻までつぶるわけにいきませんからな。隣きれいな若い女の子やなんか並んで拝んでますと、おしろいの匂い香水の匂いがツンツンと鼻へ入ってくると、自然と目開いてしまうからダメです。やーれんげぎょうなみょーれんげぎょうやーれんげぎょうなみょーれんげぎょうみょーれんげぎょうなみょーれんげぎょうみょーれんげぎょう姉さん、たもとが引きずってますよ。みょーれんげぎょうなみょーれんげぎょうみょーれんげぎょうなみょーれんげぎょう。ああ、コウモリ傘が倒れましたよ。お賽銭箱の隅にこう立てこけといた方がいいでしょう。いいえ、どういたしまい。よーれんげーよーなみょーれんげーぎょーみょーれんげーぎょー。きれいだな。二号さんかな。こういうのを囲っとくのはどんなやつだか。ちくしょうれんげーぎょーってもったいないのがあるんでございます。神仏を拝むときには口の両手を合わせます。合掌というんですが、口辺に十と書くと叶うという字になります。自分の願うことが叶うようにというので、口の前へ十本の指を合わせます。ですからこの口の前ここのとこでなきゃいけないんです。中には通り越しちゃって頭の上で手合わせて灰みたいなもんですね。頭の上だって手を合わせている人はご愁傷な方です。寒くなりますと言うと街灯を着て襟巻きをして帽子をかぶったまんま片っぽ懐ででね、片手合掌で拝んでる人、武将な拝み方があるもん。懐での方はかゆいところをかきながら飲み屋なんか捕まえちゃいましてね、お賽銭箱の隅で潰しながら拝んでるのが長にゃらみだ人形官人財宝殺行人半にゃらみだ自称剣豪恩海空道一切空役者理事四季風衣空空風衣四季四季と痛い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 と思ったらこいつが食ってやったんだ。俺の血を食って丸く太っちゃえ。ちくしょうね、にゃてにゃて腹にゃて腹そにゃてバチさがもったいないのがある。片っぽで拝んでも片っぽで摂取をしたんでは拝んだのが消えてしまうそうで、南無阿弥陀仏は陰気だから誠の心になれるかと思うとそうでないですな。あくび念仏なんて失礼なあり。お風呂へ入って温まっていい心持ちになるとあくびの出るついでにお念仏を唱えてる人がありますよ。ほっおー、無阿弥陀仏な無阿弥陀仏、もったいないくらいなもん。もっともお風呂なんかようございますが、どうかするというと便所でやってる人ありますからな。ギーバタンってんでね、無阿弥陀仏な、あれはもったいないですな。あのぐらいなら鼻からお念仏を唱えない方がご利益がありそうです。念仏でも唱えようという年頃になりますと、うちのことが気になってしようがありません。うちの者に小言を言いながら念仏を唱えてるなんていうのがたまにはあるもんです。阿弥陀仏南無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 。おばあさん仏壇掃除しなきゃいけないよ。武将しちゃいけねえ、ほこりだらけじゃねえか。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム、大事にしとかねえと、もうじきおめえなんざあの世からお迎えが来るんだぞ。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブナム。何？
おじいさんのが先でしょう。ばあやれ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶなみだぶな。お花とっかえなきゃいけねえな。しおれちゃってんじゃねえか。花をとっかえなきゃ水だけでもとっかえり花持ちがいいんだよ。見ろよ、番茶みたいの色してるから。なむあみだぶ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 な。たまにはお線香立てふるいかけなきゃいけねえぞ。見ろよ、線香より町のものが役に立ってるじゃねえか。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。仏さんは町の棒立ったって喜びはしねえ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。なんだ、お守り物もう下げちゃったのか。上げるより下げるのが早いんだ。みんな生き仏が食っちまえて。なむあみだぶ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 な。あら、安い持ち返しじゃねえんだ、いい方だよ。みんな食っちゃうのじゃ俺にも取っといてくれ。おい、なむあみだぶなむあみだぶなみだぶなむあみだぶなむあみだ。子供起こして学校やらないと遅くなるぞ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。鉄瓶がたぎってるよ。蓋切らねえと吹っこぼれんじゃねえか。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだ。赤ん坊はここへ張ってきたよ。そっちに連れてけ。お念仏の邪魔になるじゃねえか。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶ。飯はこげくせよ。なむあみだぶ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 。うちんじゃありません、隣んだ。隣だって飯焦がしていいことはねえや。若風じゃねえ、ご教えてやれ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。あんちゃん、なんで赤ん坊が泣くんだと思ったら赤ん坊の菓子取って食ってんだな。毎度のクラッカー目から食ってみろ。じゃあ少しくれ。何言ってやんだよ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。早く学校行かないと先生に叱れるぞ、遅くなって。だから見やれ、通信簿おつばっかりだから。なむあみだぶなむあみだ。おつばかりじゃありません、兵もあります。そんなこと言われる。なむあみだぶなむあみだぶな。赤ん坊そっちに連れてけってんだよ。俺の顔見て変な顔してんじゃん。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだば。なむあみだぶなむあみだぶなむあ。赤ん坊は考えてぞ、気をつけろ。なむあみだぶなむあみだ。赤ん坊は考えてって、いや気をつけなきゃいけねえんだ。なんかあんたどかしてごらん。ほーら、しまったじゃねえか。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだ。鉄瓶の湯かけてブロッケリで拭くんだよ。畳の目だりに吹くんだよ。なむあみだぶなむあみだぶな。なんだってぐるぐる回ってんだ、あんなとこで。何、お漬けの見ないに入れましょう。今頃になってそんなこと言ってやんのかな。昨夜のうち考えといたらよさそうなんじゃんか。じれってんの張ったつよ。とになむあみだぶなむあみだぶなあみだぶな。芋入れましょう。芋なんか入れたって急に柔らかにならしねえよ。胸開けてヘバが出ちゃうか。なむあみだぶ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 な。表へ土壌屋が取るから呼べ、あいつ入れるから。なむあみだぶなむあみだぶな。土壌屋入れるんじゃねえ、土壌入れるんだよ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶな。早く呼ばねえと土壌屋行っちまうぞ。なむあみだぶなむあみだぶな。そんな小さい声じゃ聞こえやしねえよ。なむあみだぶな。もっと大きな声出して呼べってんだ。なむあみだ。土壌屋が行っちまうってんだよ。なむあみだぶな。土壌屋、まあみだぶな、まあみだぶな、まあみだぶな。土壌屋、まあみだぶな、なむあみだ。土壌屋、土壌屋、あぶごめんなっちゃうじゃん。なむあみだぶな、まあみだぶな。うちだうちだよ。お漬けの中やるんだ。細けえとかいいんだ。柳いっぱってのいくらで。高えな、偽おまけ。なむあみだぶなむあみだ。ほら負けた、惜しいことした。もう一銭ねぎりゃよかった。なむあみだぶなむあみだぶな。鍋なんか持ってこなきゃダメだよ。あのザルだいけねえ、ザルは。鍋持ってきて蓋しといて、隙間から酒つぎ込んでよろ。どじはうまくなるで。なむあみだぶな。酒つぎ込んだら苦しがって暴れてんだろ。平気で泳いでる。酒は水っぽいんだよ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだぶなむ。蓋押さえてて火かけろ。ぎゅっと押さえてねっと苦しいから暴れ出すぞ。なむあみだぶなむあみだ。ごと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 言ってる。苦しがってんだ、面白いな。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだ。静かになったな。蓋開けてみろよ。腹出してみんな死んじゃった。ざまあみやれ。なむあみだ。何にもなりません。小言念仏というお話でございます。